自民党裏金問題どう落とし前をつけるのかということでね、1分間で解説したいと思うんですけど、まあ、これね、昔平成元年ですかね、リクルート事件ってありましたけどね、あれにちょっと近いかなと。であの時にね、その政治改革大綱っていうのができたんですけど、実はなんかそこで決まったこと半分ぐらいできてないらしいのね。でそれを全部やれとね、さらにもっと若くて厳しいものを作れというような声はですね、実は自民党の若手の中では非常にそういう声が上がってます。で若手としてはですね、まあ、今回の選挙負けちゃうとね本当に失業しますんで、本気で改革してもらうのが困るということでね、いろんな、まあ、グループ作ったりとかしてね、提言をして、まあ、岸田さんからもですね改革のね現地を引き出すというようなことやってますので、若手の人たちがですね象徴発信いろんな意見を言ったりとかできるようになると、自民党が変わってくるかなと。まあ、そういう点ではですね、二階さんね、自ら引退を表明してね、方針に道を譲るというふうにしましたけれども、やっぱりこれですよね。まあ、二階さんそういう意味では僕は評価します、ね。党の再生にやっぱ若い力が必要だというのが結論かなと。ね、若い人にも代わりにやってもらう権利を与えるということでいいんじゃないかなというふうに思いました。